こんばんは。こちらにおられる田中宏さんは、とは、立つんじゃない？座るかな？立とうよ。もうなんか98年だから、20年ぐらい前から仲がいいというか。98年から、そう、日本に帰ってきて、そう、ヤングプラハっていう音楽祭で一緒になったのが初めて。一緒に演奏したんです。で、今日に至るんですが、これから演奏するタンゴの歴史を、4楽章ありまして、アストルフィアソラが86年ぐらいかな、なんかその頃に4楽章でフルートとギターでタンゴの歴史を描く。もともとはタンゴっていうのは1800年代の終わりに飲み屋さんで、待合室っていうか飲み屋さんで演奏されてる音楽だったんですね。で、ちょっとまあいかがわしい系の飲み屋さんで演奏されるものだったので、すごくそのアルゼンチンでは評価が低かったのが、1900年代の最初、まあ、1910年ぐらいですかね、パリで大流行して、フランスの人がそんなに喜んでんだったらいい音楽に違いないって思ったアルゼンチンで流行したっていう音楽です。で、最初はですから1900年から始まって、最初のシーンは警笛が鳴って、警官がガサ入れにやってくる靴の音を描いているとも言われているんですが、そういうボーデルっていうのはもう本当は日本語訳できない、酒場って言ってますけど、ちゃんと説明を受けたんですけど、日本にそういう店はないです。1900、それからカフェ、1930年飛んでカフェで演奏されるようになったバラードのようなタンゴ、それからナイトクラブ1960、これは踊りになったタンゴで、最後は今日のコンサートといって、まあ、コンサートホールでタンゴが演奏されるようになって、ちょっとまあその現代的な出し物になるというところを、描く4楽章の曲をこれから演奏するんですが、間が長くなったんですが、こちらの荒川くんと僕はついぞこの曲を4曲続けて演奏した記憶がないで、彼にさっき聞いたら彼もないって言うんで、最初なのかな、リハーサル、そう、2人とも来るのが遅くて今日リハーサルもなかった。お互い、もうだって何人とも共演してるでしょ、記憶も、みんなことない。いや僕は1995年に日本に帰った時、来た時にこの曲が大流行してて、フルートの人たちはみんな吹くんですけれども、そのちょっと行ってちょっと伴奏できるギタリストは誰もいないもんだから、ほとんど掛け持ちで常に5人ぐらいやってたんですよ。俺は一生これで食っていけるに違いないと思ってたら、ある時30ぐらいを境にパタッと誰からも頼まれなくなっちゃって、今日に行ったってすごい久しぶりだった。ただ楽譜だけは、その当時作った楽譜なんて見てください、このボロボロな楽譜これだから今フルートの若い女の子とかに頼まれて、鈴木さん一緒にやってくださいって、分かったってこの譜面出したらちょっと惹かれますよということで、今日は貴重な、たくさんね、八女市に僕も去年行きましたけど、とっても綺麗ないいところで、八女市にたくさんの気持ちをお届けできたらいいなと思って挑戦します。よろしくお願いします。僕は前回鈴木さんと会ったのは、鈴木さんがトリフォニーホールで、アランフェスの競争曲ギターコンチェルトをうちのオーケストラで新日本フィルで一緒にやった時にお世話になりました。そうや、素晴らしい、とんでもない、とんでもない、それがそれいいや、オーケーの皆さんの、はい、愛情だけを頼りに。あ、何やってる。